いやめっちゃ俺ショーンが気になっちゃって、うまい。ガチでアプローチうまい。もうあれアプローチで俺の確定じゃないですか。いやいやいや見た、めっちゃうまいショーン。うん、13番ホールパー5、490ヤード。ここから2番目でございます。現在3オーバー3オーバーで同点です。もうロングスタートして、はい、お願いします。お願いします。まじ狭く感じるな、木があると。あー、あー行っちゃいましたね。下に落ちたっぽいな。なんかちょっと怪しいとこ落ちたな。バンカー横ぐらいですか。バンカー横かバンカーを手前かバンカー奥かバンカーか、まあ、ゼミじゃねえかって。いや雨がちょっと強くなってきたな。ここあの左側の木がめっちゃ効いてるんですよね。効いてる。じゃあ今ちょっと逃げたっすね。いやですね。ちょっとあんまり曲がりすぎないように体しっかり回してしてる。よいしょ、うん、これは完全に。ちゃんとフェアリー残った。よいしょ。この辺かな。今完璧でしたね。すごい良かった。いや、めっちゃ俺、ショーンが気になっちゃって。ショーン。ナイスショーン。ナイスショーン。ナイスショットです。ありがとうございます。グリーンが、280ぐらいあるんですけど、はい、手前がバンカー地帯になってるらしいんで。おお、全然見えないですね。うん、残りをできれば80ヤードとか70ヤードぐらいにしたいんで、はい、200ぐらい。はい。あ、やばい、右手だ。残ったかな、この辺かな。けど、次木が前だな。どんまいっす。はい、めっちゃ抱えられてんじゃないですか。これは無理だね。これはもう本当出すだけなんですけど、バンカーがちょっとね、根っこもあってあるから最悪バンカーもあるっていう。球も上げられないし、はい、とりあえず7番で、はい、だけ。おぉ、出すぎ出すぎ出すぎ、止まれ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 。あ、なんとか止まった。あっちの状況が、うん、バンカー入るよりマシかな。これまた木じゃない、これ大丈夫。大丈夫なやつ、これ。これあれだね、ダメなやつ。30、低めでいきます。おーい、3番ウッドで、はい、これ230。まあ、どんゴー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 、どんまいっすね。うん、無理、これはしょうがないっす。無理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 。やばい、4打目か、次。あ、ちょ、ダメだ。ピンが奥なのか手前なのか分からん。奥っすよね。8番でいきます。4打目、残り170ぐらいかな。ま、負け負け。ゴー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 。ありがとうございます。ありがとうございます。ボギーで耐えたい。今俺4打目だよね。4打目、やばい。ちょっと距離あります。あ、ちょ。ああ、木が被っちゃってるな。木が被ってる。木130ぐらいあるんで。はい。もうあの土手に当たればいいやと思って低く。はい。ピッキングでいきます。ちょっと持ってきてない。うわ、
あでも抜け、おお抜けた抜けた。抜けた。ラッキーですね。ラッキーですね今の。絶対真下に落ちてくると思って。真下に落ちてくると。めっちゃラッキーだった。ラッキーでした今。いやこれは。すげえむずいなこれ。これは嫌だな。ライがバンカーなのか。バンカーみたいな。奥なんで、はい、少し突っ込み気味で行きます。はい、あ、惜しい、止まれないですか。はい、まあこれはしょうがないですね。25ぐらい。はい、うまい。ラッキーアプローチ、ナイス。いやなんで俺もちょっとアプローチ入ったからちょっと高めにセットしてたんです。さっきからまですごい絶好調なんで。パパット。はい。残り15メートル。はい。だいぶ上りなんで、ちょっと強めに行かないと。スライスだってフックじゃねえし、わけわかんねえっす。まだ俺の方が遠いかな。ボギーパット。はい。あ、惜しい。ダボです。いやここ決めたいな。 1.6 ぐらい、6メーターぐらい。はい、ボギーパットですね。ナイスです。ナイスです。ボギーです。ありがとうございます。満タイ。ナイスです。14番ホール、パー4、390ヤード。やっぱショーン気になるな。ミニドックしてるんですけど、僕の距離だと絶対あの黄色い旗まで届かないからね。黄色い旗方向で。はい。ちょっとフェーズしたらちょうどいいかな。こっちの裏側かな。あ、帰った。あ、缶言いましたね。さっき僕は4ユーでちょっと刻みます。はい、叩いてればいいかな。あんま真ん中の木って多分セカンド狙いづらいんで。はい、やべ。カットで。やべ。謎の睨めスタートで。どうしたどうした。はい。どうした。これカットどこだ。あれか。刻もう。これで。二段目です。救済受けたんですけどラフ深いしあんま釣れないので9番で刻みます。はい。ナイスです。ラストですね。OK。あぶねえ。苦しい。おお。ピンまで200ヤード距離なんですけど、もう木で狙えないんで、はい、あのバンカー方向に向かって、あの地図を刻みます。はい。あ、ポッポン。やっちゃいましたね。やっちゃった。思いっきりヘッドアップした。
狙える位置が出てきた。ギリはでも被ってんな。多分ね、曲がった時の方が怖いんで。はい。ハズグリーンとグリーンの間、特有で。おい。よいしょ。サブグリーンに乗りましたね。狙い通りですね。狙い通り。3打目、残り92ヤードぐらい。はい。多分スライヤー来ると思うんで、57で。はい。いいんじゃないですか、これは。これ、これ。おお。ありがとうございます。ナイスオン。ありがとうございます。よしよし。しないとね。しっかりしないと。すぐここのチャンネルに出る人は苦しくなっちゃうから。そう、すぐ来る。もう苦しいよ。コヘ君。みんな苦しんじゃうから。4打目。4打目、はい。25ヤードぐらい。はい。50度です。はい。いけ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 、ああ止まっちゃった。はい、飛んです。お前、ありがとうございます。でもアプローチのアドレスがめっちゃ綺麗。はい、なんか丁寧ですよね。うん、今のなんかもう距離感だけどなんかめちゃくちゃ綺麗。こういうのあれかもしれないですね。下半身だけしか動かないように上固定しちゃってるんですよ。ああ感覚的には。あ、やばい、強い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 。パパッと4メートルぐらい。はい。あ、惜しい。ボギーが取れない。ボギーが、ボギーじゃなくてパーが。うん、ナイスです。ナイスです。ちょっと気持ち悪いラインじゃなかった。気持ち悪いライン。ナイス。左でホール、パー3、128ヤード。多分、130ぐらいだと思います。はい。ギャップウェッジで。はい。右はアウトだね、これ。左前行ってもしょうがねえかな。持ってこい。届かないか。いや、ない。あー、カラーかな。からギリから。はい。左右バンカーなんで真ん中狙いで。九番。はい。はい。あ、やばい。超えて。あ、ナイスナイスナイス。息は超えた。いや、もうあれアプローチで俺の確定じゃないですか。いやいやいや。いや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 。そんなね、見せパー、見せパー、見せパー、毎回うまくいかない。よいしょ。クラブは何使ってるんですか？クラブは、ウェッジはあのドルフィン、はい、で、アイアンがテーラーメイドの、はい、なんだっけ、ちょっと忘れちゃって見てみないと思います。はいはいはい、ドライバーがピンの G410 で、シャフトをフジクラの、はい、SP
セール K っていう短尺用のシャフトにしてて、短尺なんですね。で、あの44インチでしょ。はいはいはい。もう俺がもうシャフトとか詳しければもういっぱいもうクラブ紹介とかしないですけど、もう本当わかんないんでごめんなさい。ピンまで多分30ぐらい。はい。56度で、あんま奥行きたくないから、できればダイレクトでは乗せたくない。はい。うん、まい。ガチだから。ガチだからそれ。ちょいちょい敬語じゃなくなってく俺。ガチうまい。なるほど。有言実行じゃないですか。これ俺もやらないと。そうっすよ。残り7ヤード。でもこれね結構むずいよ。まあ、確かに。落ちてちょうどいいかな。3ヤードキャリーぐらい、3、4ヤードキャリー。57度。はい。見た。めっちゃうまいっしょ。うん。そう。多分緩むかなと思って。来た。パーパット。この辺落ちたらなんかツンっていっちゃったんだろうね。この辺落ちましたもんね。うん。パパッと残り、2メートルぐらい。ほい、ナイスです。ナイスパー。耐えた耐えた。ナイスパーでーす。オッケーですけどね、この距離。いや、やらかしてますよ。うん、ナイスパー。ナイスパー。ナイスアプローチ。ありがとうございます。いや、見せられますね。見せられるね。もうだってナイスアプローチっていう以外何もなくない？そうですね。もう自然と俺もなんか上から撮り始めてますもんね。この時上から撮ったことないでしょ。完全にドルフィンの上。ありがとうございます。ということで2話目が終了です。現在まだイーブンでございます。戦いですね。戦いですね。どうでした？ここまでどうですか？予想しないできすぎですか？いや、プレッシャーに強いんですね。プレッシャーになんか最近弱いのかなって思い始めてきたんですけど、プレッシャーに強いって勝手に言ってるんですけど。イーブンか。ちょっと僕は頑張んなきゃいけないんですけど、すごいぜひ頑張ってくれてるんで。結構動画としては成り立ってるんじゃないですか？いや、いいと思います。はい。ということでね、次回もぜひお期待ください。次回は多分バーディーラッシュが始まってきます。バイバイでいきましょう。せーの、バイバイ。バイバイ。